リビングをデコっていきたいと思います。これをかけましたね、買ってもらった。似合うやん、めっちゃ。では、読みます。はい、おたくんへ。泣かないで。最悪、泣いちゃった。はい、この日はですね、8月1日、おたくんの誕生日当日。あ、光が近づいてきました。でーでん。昨日なんか忘れてることないって言ったよね。そうだね、俺これ感づいてたね。感づいてたの？け、もしかしてけ、ケーキ？はい、ということでこのケーキはですね、なんと私がだいぶ前からケーキ屋さんに特注して作っていたスペシャルスペシャルケーキですね。お、見えてきた。じゃらーん、えぐ、トイストーリー特注で作ってもらいました。マジで？ほら、20、ハッピーバースデー、オタ。すごっ、頼んだんだ、光が。そうだよ、デザインも光がこれにしてください。マジ？嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ可愛いっしょ。やばいね。オタくんのために今日、君が寝てる間にタクシーで通ってきました。表参道まで。嬉しいね。イエーイ。持とうかな。マジ？怖い怖い怖いよ。写真落としたらマジでごめん。いいよ、置いといて。いや、怖い、落ちそう。では、太田選手、ケーキ、入刀します。どう切ればいいかな。いきまーす。入刀。入刀。おお。これめっちゃうまそうやん、普通に。じゃじゃん、頑張るんだよ。無理やろ、それ。それでは、じゃあいただきます。いただきたいと思います。ありがとう。はい、食べてください。水色っていうね。いただきます。うん、トイストーリー。味がトイストーリー。もうね、トイストーリーの中にもう紛れてもおかしくない味。おいしい。めっちゃうまいよな。ショートケーキが一番好きやろ。うん、確かにショートケーキだ、味。うん、ショートケーキにしてもらったの。なんか、不思議だね、青いのになんかショートケーキ。うん、色は味ついてないからさ。あ、そうなんだ。うん、色だけついてるみたいな。そうそうそう。クッキーすごっ。めっちゃリアルじゃない？めっちゃうまい。どうやってこんなうまくやれるの？すごいね、これまで。いや、おめでとう。どんな声だっけ？いや、おめでとう。全然違うんだけど。どこにも見当たらないと。どこにも見当たらないぞ。店の。俺の名前は、ウンティ。光の方が似てる。やって。俺の名前は、ウンティ。なんか言ってや。うまっ。はい、こちら、ウェスティンホテルです。今日はビュッフェをディナーとして。誕生日なんでね、やっぱり。こちら、じゃん、来ました。高級感漂ってますね。ではビュッフェ取りに行きましょう。今日はですね、ツードリンクとビュッフェのコースを予約しました。ありがとうございます。では行きましょう。ローストビーフ。で、サラダ類。うん、まあまあ、ご飯。これは、じゃん、プレッツェルとオムレツとサーモンと、これがタイと、これポテトらしいです。グラタンとかぼちゃのスープとです。うまそう。じゃあ食べてください。いただきます。ケーキ系、イメージ。じゃじゃん、デザートですね。チョコフォンデュ。これそこが深い。うまいやつやん。やったー。いちご。
ごい、この流れるやつよりさ、つけやすいわ。確かに、ここが汚くなっちゃう。持つやつがいいやつやん。これね、これ引くの全部使おうかな。もうテレビやん、大食い選手。ある救出成功。やば、めっちゃうまそうなんやけど。ぶどうです。めっちゃおしゃれ、ここすごい。めっちゃおいしい。何これ。すいません、ありがとうございます。たらー、ありがとうございます。改めて20歳おめでとうございます。ありがとうございます。本当にかわいい。見てください、これすごすげえ。イエーイ。ありがとうございます。はい、それではろうそくの火を消してください。いきます。はい、じゃあね、20歳お祝いしていただいてありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、20歳駆け抜けたいと思います。大人ですよ。はい、行きます。はい、おお、消えた。おー、消えました。おめでとう。大人ということは今年は何を直しますか。直しますか。そうですね、やっぱもっとね、精神年齢的にも大人になってきたなって。はい、それはそうです。バイ。はい、一番は朝起きる、すぐに寝ない。ねえ、怖。わかりましたか。はい、はい、では20歳なって良いでしょう。認めましょう。私18ですけど。どこポジやん。はい、ということでおめでとうね。ありがとう。バイバイ。ありがとう。はい、はい、ということでお家に帰ってきました。帰ってきました。もうおたくんの誕生日も残り1時間半となりました。そうですね、もう終わっちゃいますね。はい、どういう誕生日でしたか。いや、もうね、とにかくね、うん、まあ丸2日ですか、2日間そうやな、いろんなね、おもてなしというか、もうプレゼントもいただいたり、サプライズも。おてなしおもてなし。はい、ということで、はい、まだ終わってないからちょっと聞いてちゃんと。俺からの、はい、まあ、本当にあのすごいこんなサプライズもしてくれたし、たくさんプレゼントもくれたり、うん、まあ、手紙もねくれたり、うん、美味しいご飯もね連れてってくれたり、本当にねもう最高の誕生日になりました。本当にあの幸せ者です。本当にありがとうございます。二十歳ですからね。はい、二十歳になりました。はい、もう大人ですよ。はい、でまあ僕のまあ20歳の目標というか、はい、それはですね、うん、まあいろんなことにちょっとねチャレンジをしていきたいなと思いますね。20歳本当ですね。やりますか、ちゃんと。ちゃんとやります。はい、あとはまあ20歳になったんで、もういろいろね精神面的にもっと大人になりたいと思います。はい、なってください。はい、じゃあということで丸2日間ひかるさんありがとうございました。ありがとうございます。はい、すぎて目が赤い。本当にやりきったよな。ヒカルのねおもてなしにすごいなと思ってくれた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、じゃあということで以上、おたとヒカルでした。バイバイ。はい、おたくんの誕生日おめでとうございます。いや、ありがとうございました。本当にね、もう幸せ者です。はい、インスタとかツイッターとかでもおたくんの誕生日祝ってくれてる子がたくさんいて、おたくんも喜んでました。はい、皆さんありがとうございました。はい、ということで次はですね9月10日ヒカルの誕生日でございます。はい、私は誕生日で19歳になります。次、はい、ということでぜひその時お楽しみにしててください。皆さん見てくださってありがとうございました。